はい、どうも、小芝居ベースのまーちゃんです。今回のテーマはですね、コケシリーズね。なんでこんな重装備をしているかっていうとですね、今ちょうど台風が来てて、ちょっと自律神経失調症の関係でね、体痛いんですよ、かなり痛いんだけど、苔のコレクションね、増やしたくてね。まあ山って言っても車で20分ぐらいで着くね、飯綱っていうところのね、下の方なんだけど、ちょっと渓流があるようなねところまで頑張って、痛いの我慢してきました。それでね、ちょっとやっぱりいつもウォーキングで苔取ってるんですけど、もうレベルがもう半端ないですね。全然違いますね、苔の質っていうかね、育ち方ね。いろんな種類があってね、色とか形がもう半端ないです。少しだけいただいて帰りたいと思います。それではその素晴らしい苔のね、風景をね、ちょっと動画に収めて少し採集して帰りたいと思います。はい、こんな感じのね、山の中です。標高高いとこ行けないんで、かなり下の方なんですが、もう見るからにね、レベルが違いますね、やっぱり。ではちょっと見ていきたいと思います。だいぶいろんな種類の苔ね、揃えたんですけどね、やっぱり同じ苔でもボリュームが全然違いますね。この分厚さとか、あとこういう稚魚類のね、半端ないですね。こんな感じでもう全然違いますね。やっぱりね、自然の力を感じますね。もう素晴らしいの一言です。では少しだけね、内装剥がしでいただきたいと思います。こういうのは本当はね、勝手に取っちゃいけないんですよ。ただこんだけ大量にあるんで、ほんのちょっとだけねもらって。いや、それにしてもね、やっぱレベル違いすぎますね、これ。町の方とこんな素晴らしい苔と地類の混ざってんの見たことないですよ、これ。いや、これちょっとね、具合悪かったけど来てよかったですね。こんないいのに巡り合えるとは思いませんでした。やばい、あまりにも興奮して撮ってたら傘が壊れた。まあ結果としてね、これだけちょっとだけもらいました。でもやっぱり素晴らしいですね。絶対に家の近所では見られない育ち方ですね。種類的にはこんなようなやつね、結構市街地でもあったんですけど、育ち方がもうね、半端ないですね。これなんかもう岩に活着しちゃっててね、
結構これ作るの大変なんだけども、こういう感じに出来上がった状態でいただけるっていうのはありがたいですね。ただこういうね、虫がいるんですよね。フナムシみたいな、こういう結構いっぱいついてますね。まあ、これはこれで可愛いんだけど、車の中にいても困っちゃうんで、捕まんないな。結構こういう虫がねいると思うんですよね。やっぱり苔の下の土もね、分厚くて栄養たっぷりな土ですね、こういう山の方はね。まあ基本的に苔は根っこがないんで、土はいらないってことになってはいるんですけどね、水と光だけで育てられるっていう、ね、一番簡単にできるってことにはなっているんですけど、まあまだ始めて10日くらいなんでね、ちょっとねこういういいもの今日無理してでも山来て取れたんで大切に育てたいと思います。はい、今苔の採集がね終わりました。まあ素晴らしいの一言ですね。ちょっとだけねいただいてきたんでね、家で大切に育てたいと思います。いろいろこの育ってるところの環境とかをね観察して、なるべく似たような環境を作ってあげないとねうまくいかないと思うんで、よく見てね研究して帰りたいと思います。ここね実はですね、昔走り屋が全盛期だった頃にね走ってた峠のねギャラリーコーナーのとこなんですよ。今釣り堀になっててね、もうコロナの影響かわかんないんだけどやってなくて廃墟になってるんですが、そこのまあね石垣のところとか脇に流れてる川のところね、苔がびっしり生えてて少しだけもらいました。まあ苔に興味ない人はね何とも思わないと思うんですが、苔好きの人を見たらちょっと大興奮ものですね。ボリュームがねもう全然違いますね、下の山の方とはね。やっぱりねこういう空気のいいとこ来るとね、自律神経もね整うんかわかんないけどね、ここ登ってくるときかなり痛みあったんだけど、だいぶ落ち着いてきましたね。まあ自然とね触れ合うっていうのも良いことなんではないでしょうかってね、ちょっと体で感じております。まあでも気圧がね全然下と上で違うんで、これでまた下がるとねちょっと体調悪くなる可能性はあるんですが、とりあえずこれでもう長居しないで一旦帰って苔の掃除をしてちょっとね管理して、これからまたどのぐらいこの綺麗な状態を保てるかね、実験も兼ねて育てていきたいと思います。まあこういったなんか苔とかに興味のある方はね、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。いろんな苔の情報をね配信したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。